5月22日、ロサンゼルスドジャース対アリゾナダイヤモンドバックスの試合前、ドジャースタジアムで恐ろしい事故が発生し、観客席全体が騒然となりました。試合開始約30分前、スタジアム近くの駐車場で車が激しく炎上した。消防隊がすぐに現場に駆けつけ、消火活動を行いました。しかし、火災の煙は周辺地域全体に広がり、左翼付近の観客席にも影響を与え、多くのファンを不安にさせました。 スタジアムの観客の最初の反応は非常に心配でパニックでした。しかし、消防隊が状況を処理しているのを見て、彼らはいくらか安心しました。しかし、火災の煙は周辺地域全体に広がり、左翼付近の観客席にも影響を与え、多くのファンを不安にさせました。しかし、当初の事故にもかかわらず、スタジアムの役員は試合が予定通りに延期なしで行われることを確認しました。 選手たちはウォーミングアップのためにグラウンドでボール遊びを始め、スタジアムの雰囲気はすぐに落ち着きを取り戻しました。すべてのアクティビティはまるで何も起こらなかったかのように進行しました。スタジアム管理チームと消防隊の迅速かつ専門的な対応により、すべてが正常に戻りました。選手たちはウォーミングアップのためにグラウンドでボール遊びを始め、スタジアムの雰囲気はすぐに落ち着きを取り戻しました。 試合前のスタジアムは火災と煙で緊張感が高まりました。しかしファンは依然として次の大谷翔平の試合に注目していました。4試合連続ノーホームランの大谷翔平はこの試合でシーズン14本目のホームランを放つことが期待されていました。彼は5月は個人記録で好調で打率375、64打数、24安打、6本塁打、14打点という成績を残していました。17試合に出場し、 打率375、64打数、24安打、6本塁打、14打点という成績を残しました。オプスは1.147で、好調ぶりを示していました。試合前の火災騒動にもかかわらず、大谷翔平とドジャースの選手たちは、精神的に影響を受けることはありませんでした。しかし、消防隊が状況を処理しているのを見て、彼らはいくらか安心しました。 むしろ、重要な試合前の出来事として、選手たちの投資を、さらに高めた可能性があります。ドジャースタジアムの駐車場で発生した車両火災は、大規模なイベントにおける、安全確保の重要性を、改めて認識させてくれました。また、関係機関が迅速かつ適切に対応し、予期せぬ事態に対処できるよう準備していることも示しています。最初は騒ぎになりましたが、試合や観客の安全に影響を与えることなく、事態はうまく収拾されました。 さらに、この出来事は、ドジャースタジアムのような大規模なスタジアムが常に維持している高いレベルの専門性と安全性を改めて示しています。セキュリティ対策と緊急事態への迅速な対応により、試合は安全かつスムーズに進行し、すべての観客にとって楽しい体験となりました。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。